女性フィギュアスケート選手日本オリンピック委員会理事、慶応義塾大学総合政策学部卒業。2014年ソチオリンピック日本代表。2012年世界選手権、ペアドーメダリスト。パートナーは、柴田玲アレクサンドル・ザボエフ、木原隆一、マービン・トランなど。2092アグランプリファイナル2010。 ジュニアグランプリファイナル2012世界選手権2013年、ネーベルホルン杯での高橋成美と木原龍一5歳の時、姉の後を追って、スケートを始める。7、8歳で3回転サルコーを飛び、間もなくアクセルを除く5種類の3回転ジャンプを習得。2002年には全日本のオービス選手権 B クラスで3位。父親の転勤に伴い、中国へ渡り、 12歳まで女子シングルの選手として、競技会に出場した後ペアへ転校した。2004から2005シーズン後とペアを組み、中国選手権、シニアクラスで9組16位。上位との差はあったものの5位以上はすべて歴代、中国メダリストだった。日本に帰国後、山田博明とペアを組み、7年ぶりの競技者となった2006年、全日本ジュニア選手権にただ一組参加。 2007から2008シーズンからは、カナダ出身のマービン・トランとペアを組み、ISU ジュニアグランプリに参戦。この年も全日本ジュニア選手権にただ一組参加した。2008から2009シーズン、かつてのパートナーと初対戦となった、JGP メキシコ杯では4位。JGP ジョン・カリー記念で3位となり、JGP ファイナルに進出した。 初参加の全日本選手権でも、再度ただ一組の参加者で、4年ぶりの競技者となった。2009から2010シーズン、JGP とルン・サカズキでは、自身初の優勝、日本スケート連盟に所属したペアでは、史上二組目の優勝となった。ジュニアグランプリファイナルでは2位となり、これは、当時の日本スケート連盟所属ペアでの、史上最高成績である。 2010年の世界ジュニア選手権でも銀メダルを獲得した。2010から2011シーズン、ジュニアとシニアのグランプリシリーズの両方を掛け持ちするシーズンとなった。ジュニアグランプリシリーズでは2週連続で2位。ジュニアグランプリファイナルでは日本人ペアとしては初めての優勝を果たし、2011年世界ジュニア選手権でも3位となった。 二回目の出場となった NHK 杯でシニアの国際大会で初めての表彰台となる際に続くロステレコム杯では2位となった GEP ファイナルへの進出は逃したものの初参戦となった世界選手権では9位となった2011から2012シーズン同シーズンからシニアに完全に移行しスケートカナダで4位 NHK 杯で フリーと総合でパーソナルベストを更新して2位となり日本のペア選手としては史上初となる ISU グランプリファイナルへの進出を決めたが6位に終わった3度目の出場となった4大陸選手権では SP でパーソナルベストを更新し4位につけたがフリーで得点を伸ばせず総合5位となった世界選手権では SP はほぼミスのない演技で3位、FS もミスを、最小限に演技をまとめ3位、パーソナルベストを17点余り更新し、総合3位。日本スケート連盟所属ペアとして、シニア世界選手権初のメダルを獲得した。シーズン最終戦の国別対抗戦では、SP は1位で発進する、モエ FS での点灯とのジャンプミスが重なり、 トータルで2位と0.06ポイント差の3位となった。2012年4月、練習中に負傷し、左反復性肩関節脱臼と診断された。10月30日には、以前より貯めていた右膝も同時に手術を行い、完全復帰に約半年を要した。2012年12月18日、マービントランとのペア解消。 新たなパートナーを探すことを発表した。2013年1月30日に、日本スケート連盟より、日本男子シングルだった、木原龍一とのペア結成が発表された。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイでは11位だったが、エストニアが枠を返上したことにより、繰り上がりで、団体戦とともに、個人戦のソチオリンピックへの初出場が決定した。 2014年2月のソチ五輪本番では団体戦で日本代表として総合5位ペア個人戦は SP18 位。自身2年ぶり出場となった同年3月の世界選手権では SP17 位 FSA は進めなかった。2015年3月31日2014から2015シーズン限りで木原とのペア解消を発表した。 7月6日、ロシア人のアレクサンドル・ザボエフとのペア結成を発表した。しかし、資金難により、年内でペアは解散した。2016年5月18日、2010年に引退していた、柴田ーとのペア結成が発表された。2018年3月、日本スケート連盟に引退届を提出し現役を引退した。2019年5月、 アイスホッケーに転校、昭和大学のクラブチーム、ブルーウィンズの一員となる。2020年7月、小築芸能入り、小築芸能にとって、初の元五輪選手出身の所属タレントとなる。2021年6月25日、日本オリンピック委員会の理事に選出された。2013から2014シーズンから2011から2012、 シーズンまで詳細詳細2017札幌冬季アジア大会公式 HP の選手情報より2017札幌冬季アジア大会公式 HP の選手情報よりハット AB フィギュア高橋、木原の新ペア佐藤ゆかコーチに指示毎日新聞2013年1月31日閲覧 AB 国際スケート連盟による高橋木原の バイオグラフィーペアの高橋成美、左肩手術へ、フィギュア表情のフェアリーフィギュアスケートペア選手、高橋成美オフィシャルブログリハビリ。高橋。トランアウトオブグランプリ、ワールズダウトフルハット、高橋成美マービントランが、ペア解消。日刊スポーツ。httpww.neconsports.com、スポーツ、ニュース。 FSPTP0 から2012万1218から106万 1298HTML2012 年12月31日、閲覧。高橋の新パートナーに木原イコール、ソチごリン目指す、フィギュア、高橋、木原組が、ペア解消イコールフィギュア、高橋なるみが、元エストニア代表のザボエフと、新ペア結成ペア高橋なるみが、 サボイフとのコンビ解消今後は未定フィギュア、柴田レ6年ぶり現役復帰、高橋とペア結成朝日新聞デジタル。2020年、ナン、no. バー1 0 7号、文芸春秋ピアニッシモも97、産経スポーツ、JOC 市場、初、20代理事、元フィギュア高橋成美さん賛成多数で承認、日刊スポーツ。2021年11月13日閲覧。 日本オリンピック委員会役員名簿。2021年11月13日閲覧。中人民共和国。第10届会花舐め表、2004全国花舐め表、ワールドフィギュアスケート36新書館。2009年2月。P11。青島博の2006全日本。フィギュアスケートジュニア選手権レポート。フィギュアスケートデイズボリューム2大 X 出版。 2007年3月、ピアニッシュも62から69。ありがとうございます。